さすがは洗脳したからだとはいえ無限支配の使い手だね。すごくタフだ。正直失敗だった。あのまま全て回収させて逃走していれば天井側の戦力を今も供給して追い込むことができたのに。やはり洗脳程度の馬力では勝てないのか。私は相手が隠し者だと思ったから誘いを受けた。なのに実際に戦ってみるとこっちが不利、勝てる気がしない。ずっと固まってどうしたの。そっちから攻めてこないと。どんどん動きた。増してる。気づいた。回転量を上げてるんだよ。止めてるのに止まらないわ。もちろん君の武器を無で溶かしてるから。いいよいいよ、真似しても。これは私にとっては初歩中の初歩。この程度の技を盗まれた程度でピンチになるほど私もやわじゃないよ。ほら、さっさとそれを弾き返して。次はそれよりももっと回転量を上げて投げるから。ヘブンズハートで唯一の凡人出身、一番地道な努力をしてきたと自負してる。私は立場的に革命と戦うことの方が多かった。故に私の技術は革命相手に突出した技術。性能が勝っている程度で私を超えれると思うな。ミガドの遺伝ではもっと絶望的な差の相手に何度も勝ってきた。また壊れたね。そら次また出しなよ。無限支配の使い手なのに情けない。特性で無尽蔵の器持ってるんでしょ。もっと気合い見せてよ。調子に乗り上がって。いいわ、そろそろこの体にも馴染んできた。私の細胞とこの体の細胞が適応し始めた。今までは適応していなかったから、まだ特性が働かなかったし能力もうまく使えなかった。だがここからは一味違うぞ。解放。というか壊れたけどいいのかな。壊さなとは言われてないし、まあいいか。さっさと殺してしまえばよかったものを。後悔しても知らんぞ。ぶつかったところを無限に細胞を増やして無傷か。一気に使えるようになったね。ああ、無限の前では有限なんて大したことないな。笑わせる。無が有限だと。無は唯一無二で絶対的だ。有限や無限なんかとひとくくりにしないでほしいな。そうだね。今あなたはこの攻撃はもう通用しないかまだわからない。なんと有限。たった1枚使えばくらいで調子に乗るな。万がいいなら次は奥だ。いくらでも増やしてやるぞ。さて耐えてねー。これで消滅したらさすがに言い訳できないからねー。数が増えたから。なんだと言うんだ。武器を持たないお前なんて。武器は手加減、武器持たない方が戦いやすいに決まってるでしょ。たったは無限支配のそれだな。でもまだ使いこなせていない。戦い方が無限支配のそれじゃない。こいつの攻撃はなんだ。なんで治らない。無限支配を使いこなしているはず。もう少し経てば他の能力だって。絶無支配を知らないか。なら教えてやる。絶無は無に返すことと根絶することに特化した能力だ。今私がお前にやっている攻撃は能力の根絶。私の攻撃は治療負荷だ。それどころか細胞が壊死し、そこから腐敗し尽きていくだろうな。私の攻撃は全て致命傷になる一撃必殺。原始支配をより破壊よりにさせたようなものと思ってくれて構わないよ。さっきから私に教えて何の意味か。それで私の能力は何だったかな。ふざけているのか。今説明しただろ。お前の能力は何だと。思い出せないか。実は私がお前に能力を明かしたのはこれで4回目だ。それに君は適応こそしなかったけど、同じ戦闘をずっとやっていた。何度も不利だと理解したはずなのに結局同じことをする。なぜならその学習を原始回帰でなかったことになっていたから。どんな知識も経験も無に返されたら何も残らない。結果同じことを繰り返し時間だけが過ぎてましたって話。君はずっと私の手のひらの上、なんなら全部消してあげようか。そうだね、天井が全く理解できないくらいに。はい、これも3度目の種明かし。いよいよ忘れてて、主様から OK もらうまではこうやって時間稼ぎしておくからさ。おのれ、私をここまでコケに。ルーさん、問題ありません。偽アリシアは現在目の前にいる個体のみです。結構時間かかったね。でも了解、壊せというならそれほど楽な仕事はないよ。ソルテ、帝国で3番目の実力者で1番の火力持ち。さすがに1個体ではソルテに勝てないとアリシアの脳が判断している。やっと君を始末していいって指示だったよ。誰だったま。悪くない。名前のセンスや技の扱いやすさ、せっかちゃんの技もなかなか。まだだ、まだ終わっていないぞ。この記憶で場内に入る方法はすでに。今度主様には一度私たちの得意不得意とか求めてる指示を教える必要あるね。これだと宝の持ち腐れよね。まったく強いな。最後にゼアリシアの能力や特性全てを無効化する強硬火力法。単純だけど故に目に見えて強力だってわかる。さて、現状はどこにいるかわかってる。あれは所詮操られた人形。本体を調べてわかったからここに来たんでしょう。本体はこの城のちょうど真下の地中。この城はラルの結界でエラーは侵入できないから、倒すならアリシアが隠していた地下最下層部屋に行く必要があるわ。なんで倒すのにその部屋に行く必要があるの。
その部屋だけラルの結界が施されていない可能性が高いからだけど。え、待って、相手はアリシアを乗っ取ってたのよね。それってどこまで？記憶も含めて全部、来るよ、本体が。それにこのタイミング、狙ったのか。私の能力で干渉しようとしたらこの星全体が効果範囲になったからだ。腹をくくれ、相手は星そのものだ。このエラーの消滅は星の壊滅を意味するぞ。お前が判断しろ。壊していいなら主の命令を続行する。そんな重大なことを。なるほど、星の地中は虫食いにあったような大きなマグマの空洞だ。外見以上にこの星は蝕まれていたんだよ。どのみちこの星は滅ぶ。核エネルギーもエラーに奪われた以上本来必要とするエネルギーがなくなり崩壊を起こす。そう、もはやこの星は私の子を産む卵。はじめまして、私はヒステリーマザー。今はこの星の母となった存在。この星で私は多くの栄養を吸収した。そして力、機能、能力、それらの力を全て手に入れ、そして最後にアリシアという肉体を手に入れた。想定より少し早いだな。おい、この星に存在する生命力全てを表の糧とし、わらわの子たちで溢れる星を作るのよ。この際はっきり言っておく。相手の強さは桁外れだ。今やあの本来のアリシアよりも上だと確信できる。私は戦える。失うものがないからな。だがあなたは違う。あいつの消滅は星の消滅。だが倒さなければただ私たちが消滅するのに、まだ悩むか。私はパパ様に任されてここに立っている。アリシアは相手の戦略に組み込まれたせいで戦力から外された。ラルはおそらくヒステリーマザーに囚われている。私が判断しないと最悪の結末が待っている。私は破壊神だ。だけど一度破壊すれば二度と復元はできない。取り返しがつかない。私はそれをずっと恐れて破壊神でありながら破壊を拒んできた。以前の私なら迷っていた。だけど今は守る優先順位が出来ている。私はみんなを助ける。そのためにこの星を捨てる。それが最善だと信じて。進化解散。私が責任持って破壊する。手を出さないで。覚悟を決めためだね。いいよ、この星の命運は部外者の私が決めるものじゃない。愚かな、革命と分かっていながらあえてこの道を選ぶとは、合理的ではありませんね。かわいいかわいい我が子よ。わらわたちの先のために共に戦いましょう。地上に残っている全ての我が子の力を吸収して。ママー。ああ素敵、あんなにも立派に。お母さん嬉しいわ。さあ、戦いましょう。この星どちらかが滅ぶ最後の戦いを。秩序を乱すだけ乱し、その場を我が物顔で所有物と名乗る汚れと歪みから生まれし者よ。正気人、破壊神ソルテ、ピュアデーモンの名のもと、あなたを破壊する。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。